なるとなると隊の術。なるとなると隊の術では、漫画、なるとなるとよびテレビアニメの、なるとなると、なるとなると、疾風伝、およびそれに関連する映画、小説、ゲームなどに登場する、主な術を解説する。なお、質疑限界に該当する能力に関しては、同項目を口寄せの術とそれに付随する能力に関しては、同項目をお獣に関連する能力に関しては、 同項目をそれぞれ参照。忍術、体術、現術の三種の術を基本として、主因術、封印術、秘伝の特殊異特殊弾を必要とする術、質疑限界のように遺伝により継承される術、一代、限りの得意体質でしか使用できない術もある。忍者の基本となるのが忍術であり、難易度の低い術から高い術までレベルは、幅が広い。 基本的には、水のある場所で飲み使えるが、二代目ホカゲや鬼ザメなどの優秀な水遁の使い手であれば、自らのチャクラを水に変換して、水のない場所に水を発生させ使うことも可能。ここの一族のみに代々伝わる、または、後天的に人体改造などにより体得した特殊な術のこと。神の書によると、秋道一族の秘伝は、 人の性質変化に基づくといい、これにより肉体の質量を増加させることができる。全身にチャクラを張り巡らせ、獣のような素早い動きや嗅覚の強化、あるいは獣そのものに変化して戦う、技重忍法を得意とする。その高い機動力を活かした体当たり系の技が多い。神の書によると、奈良一族の秘伝は影とんの性質変化に基づくといい、 これにより影を伸縮、変形させることができるという。呪因と呼ばれる、呪縛力を持った印を対象者に施し、その能力や行動などを思いのままに支配する法術。封印術の一種に分類される。死者を蘇生させる術の場合、講師後に、術者は死亡する。このような忍術には、罠が仕掛けられていることがあり、別名で、トラップ忍術ということがある。 また、その性質上ほとんどは、何かを閉じ込める、隔離するための術であり、封印術に分類される。上記のいずれにも該当しない忍術、主に背負っている氷段から発生する砂を使用する。攻撃、防御、移動等幅広い応用性を持つが、砂よりも比重が重い砂金を砂に混ぜ込まれると動きが鈍くなってしまうという弱点があるため、 質疑限界のジトンで操られた砂には無力に近い状態となってしまう。また、油など浸透性の高い液体で固められると制御が困難になる。別名エロ忍術。敵、主に成人男性の本能に訴える効果を持つが、基本的に使用者の趣味によって開発されている。ナルト曰く、強いやつほどよく効く傾向にあるらしい。カゲトンとも呼ばれるもので、 相手に精神的なダメージを与えることができる。ただし、忍術や体術と違い、相手に物理的なダメージを負わせることは難しい。難易度の高いものが多い。大体人の五感のうちのどれかを対象にしている。己の肉体を武器として直接的に相手を攻撃、また移動や追跡等を指す。忍が用いる術としては最も基礎的な技法で一部例外を除き、 チャクラを練り上げることも、印を結ぶ必要もなく、発動条件が複雑な人術や現実に比べると、術の構造は、至って明快である。攻撃は、主に、重剣と合剣の二つの流派に類別される。木の葉隠れの日向一族に伝わる、筆元限界、白眼を用いた、独特の剣法。体に張り巡らされた、軽落系と、深く絡みつく。 機関系統に対して手のひら底や突きといった攻撃手段によって手に施したチャクラを流し込んで体内組織を破壊し内面的損傷を与える物理攻撃を指す。軽落の損傷によりチャクラの流れを立事実の発動を抑え込みさらに天穴を破壊すれば完全に技を封じ込めることができる。強試験と違い確実に命中しなくとも かすり触れるだけでダメージを与えることができる。この憲法は、チャクラを放出することも重要な要素であるため、この憲法を収めた者はチャクラで形成された物質に、己のチャクラを流し込んで破壊する、体外にチャクラを放出して飛んでくる物体を、察知するといった応用法が可能。詳細は不明だが、白眼の素である、大津月家具屋も、天穴をつくなどといった柔らけんの概念に基づく。 攻撃を行う場面を見せている。殴る、蹴るといった攻撃手段で相手に外傷や裂傷を与え外面的損傷を及ぼすことを主体とする技を指す。難易度の低い術から高い術までレベルは幅が広い。万人に分け隔てなく得得できるが、四代目、雷影の忍び体術と呼ばれるライトンとの融合技やなげや桜といった 医療忍術の能力を持つ者が緻密な、チャクラコントロールのノハウを活かし合力を生み出すなど、体術に忍術的技法を加えた合わせ技も多く存在する。体内を流れる、チャクラ量を司る、軽絡形状の中でも、特に、チャクラ穴の密集した部位に設けられた八つの門の、総称、チャクラの流量を制御し、人体を強度的限界による崩壊から保護する、 生体機能として用しているが、これらの体内門を随意に解き放ち、強制的に身体能力を高めることを可能とする強化能力の一種として用いられる。制限を外すことにより、本来の何十倍にも当たる絶大な力を手にすることができるが、その効果に比例して肉体的負担も増大し、開門段階が上がるにつれてその反動も大きくなる。 各体内門の名称及び作中描写における発動効果例は以下の通り、開門を伴う技はすべて近術として扱われている。潜在能力の解放という技の性格上、その質は術者の力量に大きく左右される。熟達すればさらなる力がもたらされ、肉体にかかる負担もいくらか軽減することができるが、完全にリスクを制することは困難であり。 才はあれど多少なりとも反動は受けることになる。術者の資質を問う難度の高い能力でもあり、リスクの存在もあって、使用者は極めて少なく、木の葉隠れの忍である、マイトダイとその子マイトガイ、ガイの門下であるロックリーのみが実用している。三者はいずれも体術使いとして、なおなす推しで、体術以外を得得していないという得意な共通点が、 このような高いリスクを伴う性質から、限られた危機的状況の時に、奥の手として使われるのみであるが、アニメでは、ガイが頑張って船を漕ぐために、第三、生門まで解放している。戦術とは、体内にある、精神エネルギーと、身体エネルギーの他に、外から、自然エネルギーを体内に取り込んで成り立つ術である。から教わることができ、作中には、 ガマ千人、カワズ、シロヘビ千人が登場している。また、千獣柱間もこれらとは別に戦術を得得している。精神エネルギー、身体エネルギー、自然エネルギーの三者を練り合わせたチャクラを、戦術チャクラという。戦術チャクラを練った状態を、千人モードという。熊ドリが、千人の証である。うまく利用すれば、忍術、幻術、体術が、 大幅に強化される。その他に、チャクラ感知ができる、危険感知が広くて、速くなる、等の特徴がある。ただし、自然エネルギーは取り込む量が少なすぎると、戦術が使用できず、逆に多すぎると、姿が元となった動物に変わり、最悪の場合は、石像と化すため、三者のバランスの調整が重要となる。地雷なりでさえ戦術チャクラを練るとわずかに、かわずかしており、 いかに自然エネルギーの制御が難しいかがわかる。しかし、後に、戦術修行を行ったナルトは全くかわずかしておらず、深作からも、仙台を超えたと評されるほどになった。また、カトン、天狼などで、チャクラが寝れない状態の時でも使用できる、劇場版、ブラッドプリズンのパンフレットより、戦術チャクラもチャクラなので、チャクラを吸収する術などで吸収することが可能だが、 扱いを誤ると動物赤化してしまうというリスクは戦術チャクラ自体に付随するものであり吸い取った側にリスクが生じる。これによりナルトの戦術チャクラを吸いすぎたペインが軌道はカエルイシ化してしまった。さらに自然エネルギーには動きながらでは集められないという戦闘に使用するためには非常に厳しい制約がある。 戦闘中の自然エネルギーの収束及び、戦術チャクラの連成法としては、戦線離脱して直接寝るか、ガマガエル戦術の場合は、不加速化島、もしくは両者を口寄せし、両肩に乗せて、融合、戦法、両性の術して供給してもらう必要がある。ナルトの場合は後者を試みたものの、体内の旧ラツマが融合を拒絶したため失敗し、代替措置として、 あらかじめ戦術チャクラを練った影分身体を待機させ、術を解くことで本体にチャクラを還元、供給すという方法を編み出した。なお、自然エネルギーを集めるのはあくまでも実定であるため、実体が動くことがない精神世界での戦闘では、戦術チャクラ連成の制約が生じないことから、ナルトはキュービットの戦闘で、戦術チャクラを練りながら戦うことができた。また、キューラツマモードの絵徳語は、 自然エネルギーの吸収力が飛躍的に向上し、一瞬で千人モードに移行できるようになった。竜智道出身の十五の一族は、自然エネルギーを取り込む得意体質で、肉体変化もこの体質の一部であり、戦術に含まれる。オロチマルやカブトはこの体質をもとに、主因を編み出した。劇場版、ブラッドプリズンと同時上映された、炎の中人試験。 ナルト VS 機のハマルの中忍試験本線ではあまりにも強力すぎるため使用を禁じる制限を設けていた。この設定が原作内や他の中忍試験時にも適用されるかは説明されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。